はい、続きまして、これは何だろう、老眼なんで見えないですね。これ何か開けないと、ほい、わからないです。お、来た来たよ。俺の100センチのウエストを包んでくれる新しいズボンが来ました。これ結構かっこいいですよ。これフロントスタイルです。見えますか、これが後ろ、かっこよくない、こんな感じです。これちょっと新しい夏用の野外用での活動用のズボンです。安かった、4000円ぐらいのが2300円でした。で、最後この箱でございます。ここから開けてくださいって書いてある。あ、出た、アマゾン梱包材が届きました。こんなに入れなくてもいいのに。ちょっとごめんなさい、後で片付けるんでポイポイします。ポイポイ。これからいきましょうか。まずはこれがヘッドライトですね。あの、来年のホタルイカ用のヘッドライトです。開けてみましょう。ささ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 、こんな感じです。これで来年ホタルイカを取ろうと思います。この間借りたんでね、これも安かったんです。これ半額でした。半額で1500円しなかったぐらいです。これはちょっと将来的にあのパソコンで編集、今あれなんですよ、iPad で編集してるんで、それ将来的にパソコンで編集するであろうということを見込んで、これも半額だったので、こうマイクロ SD とか全部変換できる、あの入力できる端子ですね、これを購入しました。それとあとはパスタばっかり、パスタ5キロ1100円かな、これ5キロで1100円ぐらいです。安いのか高いのかわかんないっすね。あれ1個届いてない、おい、よいしょ、はい、これが2個です。あれ、これが、よいしょ、スパゲッティ、よいしょっと、はい、じゃじゃーん、スパゲッティとボヤとズボンとヘッドライトと変換ケーブル、あれ1個来てない、1個来てないです。とりあえずまだ来るでしょう。あと今日、メダカの赤ちゃんが今4匹ほど羽化してたので、あのメダカの餌、ミジンコとクロレラのやつを買ったんで、それは明日届きます。はい、まあこんな感じですね。以上です。 Amazon プライムデーお買い物シリーズでございました。ありがとうございました。イエーイ。以上。